まあ、感謝の気持ちっていうのが一番ですかね。アメリカ式に、いたおめでとうと、松坂大輔さんにご登場いただきます。本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。このラインの上に足を置くっていうのを普段の練習でちょっと取り入れてみてください。お、いいですね。遠くまで皆さん頑張って投げていただいております。おー、やろう、やろう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、剛からまあ連絡もらった時はですね、ちょうどもらう直前にね、現役続行っていうニュースが出ていた、まあ、僕自身もそのニュースを見た直後だったので、最初彼から電話かかってきた時に、嫌な予感のようなものは全くなかったですし、最初に、まあ、今シーズンで、引退するって聞いた時は本当に驚きましたね。まあ、全く予想していなかったので、やっぱその実感が最初は湧かなかったですね。まあ、次にやっぱり会見してる姿を見て辞めるんだなって思いましたけど、まあ、寂しさはもちろんありますし、でも剛には松坂世代こう最後の砦として、まあ、この年齢まで戦ってきてくれてありがとうという感謝の気持ちも伝えましたし、まあ、アメリカ式ね、引退おめでとうなんて言葉も、伝えました。で、まあ、最後にはまあ、みんなこう現役の選手はいなくなりましたけど、違う形でスポーツ界、野球界を盛り上げていこうねっていう話で終わりました。はい、喋ってる剛の声はすっきりしてる感じでしたね。やり残したことはない、やりきったって言ってましたし、まあ、その声のトーンとその言葉を聞けて、まあ、まあ、ほっとはしましたけどね。一つ思い出があるとすれば、まあ、強いでよく投げ合いましたからね。でも多分勝率は僕の方が良かったと思うんですけど、はい、でもやっぱりこう剛がいいピッチングするので、僕もそれに引っ張られて、いいピッチングができた、印象ですかね。まあ、もう本人にも伝えましたけど、剛の、ね、こうピッチングのおかげで今日いいピッチングできたよなんて毎回投げ合う時に話してましたし、剛が初めて、僕と投げ合って初めて勝った時にすごく嬉しそうに僕に連絡してきたの もう覚えてますね。はい、だから剛と投げ合う時はいいピッチングができた、いいピッチができることが多かった印象ですね。はい、和田さんの引退について率直にどんな思いですか？引退を、まあ、報告された時に、まあ、ショックと寂しさとはありましたけど、やっぱりここまで投げ続けてきてくれたことに対して、まあ、感謝の気持ちっていうのが一番ですかね。まあ、プロレスからね、たくさん彼も投げてきましたから、ね、僕とかが先に辞めて、最後の一人として、まあ、現役をやってるっていう意味ではね、久保康智くんもいるんですけど、はい、まあ、彼はね、まあ、なんかドイツでやったりいろんなところでまだ投げてますけど、まあ、NPB の、ね、選手としては、まあ、剛がまあ最後なんで、まあ、そこまでこう投げてくれてありがとうっていう、まあ、感謝の気持ちを伝えましたね。あとは、まあ、さっきも喋りましたけど、アメリカ式に、引退おめでとうと、で本人もやりきったって話しましたし、ね、その声のトーンもうやりきったよっていう言葉を聞けて、まあ、ほっとしたって感じですかね。長い間考えて考えて、悩みに悩んで、ね、出した結論ですし、まあ、それに対してまだやれるよとか、もっと投げるよっていうつもりはなかったですね。はい、まあ、その彼の決断者、下した決断を、まあ、応援するというか、はい、まあ、引退と同時にまたね、剛は新しい人生が始まった日だと思うので、まあ、本人も伝えましたけど、これからね、違った形で、
まだ辞めてった人たち集まって、まあ、スポーツ界野球界盛り上げていこうねっていう話はしました。うん。まあ、これからも現役だろうが、現役じゃなかろうが、まあ、関係性っていうのは別に変わらないと思うので、うん。これはまあ僕と強しだけじゃなくて他の、世代の人たちも、まあ、考えてか思いは一緒だと思うので、うん。また違った形で盛り上げていきたいと思います。はい。はい、桑田さんとの思い出、一番思い出残ってることとか挙げるとしたらどうですか？アテネ行った時に、僕と強しで、マック、買いに行こうって言って、ホテルから歩いて行って、英語が全く通じず、これ、なんか二人でお店で、てんやわんやしてるのが、今、思い出しましたね。まあ、英語通じなかったんですよ。多分バリューセットかな。多分セットがあった。まあ、1、2、3、4、番号振ってあるんで、1って言うんですよ。だから最初なんか英語で言ってもなんか、通じない感じだったんで、1とか、3とかなんか言ってるんですけど、ああ、みたいな。絶対通じてるでしょって思いながら。2人でお店、マックでイライラしたのを思い出しましたね。最後はもう指カウンターこう乗り出してなんか近づけてもうこれこれみたいなボディーランゲージ、はい、マックを買うのにこんな苦労するのかっていう、それを思い出しましたね今、野球とかじゃなくて肩怪我して病院紹介し合ったりもしましたし、ね、一緒にご飯も行きましたし、ね、全然たわいない話もよくしましたし、どうでしょう、来年松賀チャンネルで、はい、和田剛さんゲストにお呼びして何かやりたいと思いますか？ああ、そうですね、いろいろ聞いてみたいですね。どっかでまあ会うこともあるし、なんかね、連絡して出てよっていうのもなんかあれなんでとか、どっかで会うタイミングあったら、まあ来年セレモニーがあるっていうんだったらね、本人多分、投げる準備多分するでしょうし、またその時ね、まあ、取材っていう形になるかもしれないですけど、まあ行かせてもらえたらなとも思いますし、その時に、ね、そのタイミングで、お願いしますって言って、行ってみようかなと、はい、思います。